ピンクっぽいやつわかる？あれあれ。あれ使ってます。アイライン引きます。黙ります。しばし静寂の時間。よいしょ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 。はい。弾けました。で、粘膜にも塗っていく。こっちも。はい。オッケー。失敗はしてません。はい。そしたら、なんて言うんだろうね、これ。地雷線みたいな、地雷ラインみたいなのを引いていきます。使ってるのは、キャンメイクのクリーミータッチライナー06番です。はい。これを、地雷ラインって言われるところに引いていきます。うん。地雷ラインっていうのは、最近の女がよく書いてる、目の下にさ、線入ってる人いるじゃん。知ってる？この、目の下に線入ってる人、わかる？涙袋じゃないよ。アイラインと、この、下の、目の、なんて言うんだろう。なんて言えばいいの？あれ。なんて言うんですか？あれ。じゃあ、地雷ラインって調べたら出てくるんで、調べてみてください。はい。興味がある方はね、それを引いております。うん。それです。ググったら出てきます。あの線ねってなる。で、ダブルラインもこれで書いていきます。ダブルラインっていうのは、二重の線を上から書き足して濃くして、あ、この子二重だっていうやつです。お、まつりね、アイシャドウが、赤系なんで、これで重ねていきます。はい。まつりちゃん、二重。まあ、二重です。まあ、二重。よいしょ。はい、濃くしました。ふんふん。はい。大丈夫そう？大丈夫そう。そしたらば、まつげでも上げていくか。まつげを上げます。普通に上げるだけです、今、とりあえずね。まつげを、バシッと上げましょう。まつげパーマ？まつぱ行きたいんだよね、まつり。まつぱ。まつぱ行きてー。マスパもお金かかるからな。でも行きたいな。なんか、松行くってさ、まつげ抜けたりするからさ、松行くより松パ。でも松パもね、やりすぎるというか、薬剤を、乗せすぎると、ちぎれるらしいんで、ちょっと怖いけどね。はい、まつげを上げ上げしたら、マスカラを塗るけど、まつげ上がってる？大丈夫？はい、マスカラをやっていこう。マスカラはね、新しく買いました。韓国語なので読めません。不明です。Dear One No Limit マスカラシャープ1。他はわかりません。韓国語です。うん、韓国コスメでございます。ディアワンってやつ。ちょっと、髪の毛が。よいしょ。マスカラ塗り塗り。マジでこれバッサバッサになるの。本当にね、これ買ってよかった。これはね、マジよかった買い物。ナンバーワンかもしれん。最近買ったものの中でな。よいしょ。ちょっと運営さんに連絡だけ返していい？さっきなんか来てた気がする。
気のせいでした。はい。何も来てませんでした。よいしょ。右目をバチバチに、もうもっと上がってほしいもんね。なんならね。上がれば上がるほど、伸びれば伸びるほど、いい。もうちょいね、束感作れたらいいな。なんかね、私ピンセット持ってないからあれなんだけど、ピンセットでまとめるとめっちゃ可愛くなるんですよ。ピンセット買おうかな。最近結構みんなピンセットで、4つぐらいに束にするんですよ。なんかふさふさに生やすっていうよりは、束でこう、ふわ、もさもさみたいなのにしてるイメージがあります。最近の流行りなんかな？うん。毛抜き。毛抜きってピンセットのこと？このマスカラを重ねて。まつり、下まつげが死ぬほどなくてさ。下まつげ。ほら、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 下まつげを塗り塗りしてます、今。下まつげ長すぎる。いいなぁ。祭りにくれませんか？下まつげ生えてんだか生えてないんだかもわからんくらい生えてないからな。そして、涙袋を描いていきましょう。涙袋は、祭りはね、この、ザ・アイパレ01、本命のブラウンっていうのの、この茶色いので、まず描いてる影を。涙袋を描く。この涙袋ね、なかったらもう死。死を宣告される。うん。っていうくらい、涙袋は大事。人権です。これが祭りの。はい。そして、それを上からペンシルですね。ケイトのダブルラインエキスパートの LB1 っていうので、この一番目の黒目の下のとこだけね、ちょんちょんちょんって濃くするためにちょんちょんちょんってやります。ちょんちょんちょん。はい。んで、そのまんまこのブラウンなんですけど、このブラウンで下まつげを描きます。まつげは描くものです。はい、描いていきましょうね。ファサファサっと。でも言うてな、そんなわからへんから。わかんないかも。うん。で、まあ、涙袋は、お直ししつつ、気に入る感じにしましょう、皆さん。祭りは、涙袋濃ければ濃いほどいい、みたいな。もう、描いてんのわかるくねっていうくらい、濃いのが好きなんで。書きます。涙袋も書いてます。はい。祭りはね。書けばいいじゃない。ないなら。それがメイクだって。うん。という感じ。よし。大丈夫そうかな。んで、涙袋書けたら、涙袋ですね、また。の、ラメンみたいなとこですね。スイーツスイーツ、スーパークリングアイグロス。これめちゃめちゃいいです。04番。これを、ぷっくりさせるために、涙袋の上に乗せます。ちゃんちゃんってちょっとでいい、これはマジで。ほんのちょっと乗せるだけでも全然違う。なんでさ、スイスイのグロスはめっちゃいいとかさ、知ってんの？女の影響？それとも、メイク好きなのかな？うん。はい。ぷっくりさせましたか？はい、OK ですね。
コスメ好き。いいね。そういう男の人好きだよ。うん。女の影に敏感。そう、敏感だよ。みんなだって敏感でしょ？そしたらノーズシャドウ。ノーズシャドウは、めっちゃいいやつ買ったのになくしましたので、しょうがなく、さっきのザ・アイパレの、涙袋描いたやつで影を描きます。ノーズシャドウ。もう本当にね、どこ行っちゃったんだろうね。どこ行ったんだろう。なくしたんです。悲しい。もう、ノーズシャドウは、がっつり、もうそんなに濃くみたいなくらい濃く描いて、後でぼかせばいいので、本当にもうなんか、すごく描きます。すごく濃く描きます。はい。これでもう、人種を変えましょう。国籍を日本から移していきます。ロシアぐらい。ロシアに行きましょう、皆さん。うん。彫りが深く見えるように、ここもね。うん。レベルはロシア。そう、鼻は高くしていきましょう。高く高く。どんどん高く、もっと高く、天まで届け痛みのと、っていうくらい高くしまーす。はい。もう、いい感じかな？いい感じかな？で、そのまま、そのアイパレの右下のね、やつですね。で、ハイライトを乗せていきます。ハイライト別で持ってんだけどね。まあ、これでいいでしょうという感じ。鼻の先っぽと、目の間のとこにハイライトを乗せます。はい。あとは人中を短くしましょう、そのまま。そのブラウンで、鼻のこの下のとこに、こう、影を入れて、人中を短くしまーす。はーい。人中、そう、鼻の下と唇の上のとこの距離が短いと可愛く見えるよっていうやつですね。はい。女の子はそんなこともしてるんですよ。はい。化粧でね、そんだけのことをしてるんで、ごまかしています、いろいろ。はい。そして、あ、石灰ラインを描き忘れましたので、石灰ラインを描きます。石灰ラインはさっきのキャンメイクのクリーミータッチライナーで、石灰ラインは、こう、目頭を引っ張ってね、おらーって描きます。はい。石灰ライン描けた。ピッピッ。これで目が大きく見えます。わからん単語ばっかり。わかんなくていいよ。女の影響ないってことでしょ。はい。そしたらば、輪郭を小さくしていきます。なんて言うんだろう。影を描きます。さっきのやつですね。全部ね、このザ・アイパレで済みます。影は。うん。もう影をこう、ぼかして、顔よ小さくなれ、顔よ小さくなれって、影をつけていきまーす。うん。これってマジで顔の大きさ変わるから、影って大事だよ。うん。そう。顔がね、小さくできますので、これ男の人もね、ぜひできますので、使ってください。顎も短くしちゃいましょう、そのまま。で、ぼかしてください。ぼかれ。おでこもね、狭くします。はい。おでこのとこにも、影を伏せて、おでこを狭くしていきましょう。うん。オッケー。んーで、チークは、セザンヌのナチュラルチーク N
16番です。チークはね、この骨の頬骨のところに軽く乗せます。酔っ払ってる感じにね。私はチーク濃いめです、割と。ほぼ目の下みたいなところに乗せます。はい、濃いめ。16万じゃない、16番。そんな高い化粧品買ったことないです。そしてリップは、これはね、これは、ロム&ジェールティント。これイチゴの匂いがするな。めっちゃいい香り。あ、鼻についちゃった、やべ。はい、拭き取りました。セーフです。ティントなんでね、結構ずっと発色してくれます。匂い嗅いだら鼻についた。はい、で唇の内側に塗ります。んで、ってやると、グラデーションになります。唇の内側、そう。グラデーションになるようにしたいから、まんまんまん。めっちゃいい感じ。かわいい。はい。で、できたらね、ここでティッシュオフをしたいんですけど、まあ、ティッシュなんてものはね、家にありますけど、取りに行くのめんどくさいんでしません。あとでしまーす。そしたら、いつでもニコニコしてるように見えるための線を描きます。言ってる意味わかりますか？わかんないよね。口の横のところに、ちょっと斜めに、縦に、斜め縦みたいな感じで、線を引きます。これも、ケイトのダブルラインエキスパートで、ニュッて書きます。よいしょ。常に笑顔みたいな。真顔でいても笑顔に見えるようにします。うん。口角が上がるようにね。そしたら、完成だよね。大丈夫、まつげ忘れ物してない？チークしたし、まつげも上げたし、ニコニコ線も描いて、リップもして、オッケー。できました。かわいい！ありがとう！グロスはね、口荒れちゃうんですよ。グロス弱くて肌。プルプルにするやつだよね。かわいい、ありがとうね。ほくろは、気分です。お姉さんっぽく見せたいときは描くんですけど、ほくろ描いとくか、目の下にな。目の高さってみんな違うんですよ。右か左どっちかが高くてどっちかが低いんですけど、それによって、どっちだかどっちだっけ？目の位置をね、目の錯覚を使って、ほくろを描くことによって、目の位置が低く見えたり高く見えたりするんですけど、どっちがどっちだったか忘れました。確か、みんなが知ってる、泣きぼくろ的な位置に描くと、そっちが下がって見えるんだった気がするんだよなー。忘れちゃったなー。もう描きます。はい。ぼくろ描きました。そしたらお片付けをしましょう。じゃあ、もうポイントは、ほほ、泣きぼくろ、ほほ。生かそうぜ、ほくろ。いつでも、右目の下にある、チャームポイントは、ふふ、泣きぼくろ、ふふ。知ってる？
チャームポイントの泣き袋って。アトベ様なんだけど。ご機嫌やな。ご機嫌。テニプリですよね。そう！テニプリ。そうです。んで、あれ？次指輪どこやった？これでいいか、今日は。はい。これをして、指輪して。あとは、香水。どうしようかなー、どっちにしようかなー、香水なー、こっちにしよう。香水は手首にして擦るんじゃなくてトントントンってやると匂いがいいらしいよ。擦っちゃうと匂いの粒子が潰れるんだって。だからトントントンってしてください。あとは髪の毛に吹きかけると髪の毛が傷む原因になるんでやめましょう。って言ってました。オッケー。それではメイクが完成したので終わりまーす。ありがとうございました。お付き合いいただき。くしゃみが出そう。はい、キュイー、はい、キュイーお茶枠くれた方に、あれ送りますので、写真送ります。